ロディの戦い、またはローディの戦いは、1796年5月10日、北イタリアのロディにおいて、ナポレオン将軍式のフランス軍とヨハンボーリュー、原水式のオーストリア軍の後衛との間で行われた戦い。オーストリア軍後衛は敗れたが、主力が退却する時間はあった。ナポレオンは、イタリア戦役の初めにピエモンテサルデーニャ王国の軍隊を破ると、次に、 その同盟国であるオーストリア軍に矛先を向けた。戦役中最も見事な軌道の一つとして、ナポレオンは、ポー側の南岸に沿って迅速な行軍を行い、オーストリア軍がミラノに退却する進路を遮断すべく、ピアチェンツァ付近で対岸に橋を架けた。オーストリア軍は危険に気づくと、直ちに退却したが、そのほとんどはロディを経由していた。彼らに、 ロディを防衛するという意図はいささかもなかったと思われるが、フランス軍が退却するオーストリア軍の公衛を町の近くで補足したため、にわかにその必要が生じた。フランス前衛部隊は5月10日午前9時頃にオーストリア軍の公衛を補足し、交戦の後、ロディの方向に追撃した。町の守りは固くなく、フランス軍は街に入るとそのまま橋に向かって進んだ。 その橋は、対岸の数個不評大隊と14門ほどの方で守られていた。ロデを掌握するオーストリア軍のゼボッテンドルフ、将軍は他にも指揮下にナポリオ王国の騎兵4個体を持っていたため、配下の兵力は合わせて6577名にもなったが、彼らのほとんどはそれまでの強行軍によって完全に疲れ切っていた。ゼボッテンドルフは、 日中に退却することは懸命でないと考え、夕暮れまでフランス軍の渡河を防ぐ策をとった。この時のことを一人の目撃者がオーストリア軍は兵を送って橋を破壊しようとしたが、フランス軍は橋に沿って砲撃できるように砲を配置してそれを阻止したと述べている。橋は木製で燃やすことが可能だったので、フランス軍の通行を阻止することは簡単なはずだった。 橋の長さはおよそ180メートルで、数メートルごとに橋脚が川底に建てられ、通行のために横材が置かれた、極めて簡素な構造であった。フランス前衛部隊は橋を渡るには、兵力が不十分だったため、後続部隊を待って、数時間が経過した。午後になって、フランス砲兵が到着し、不人して対岸に激しい砲撃を開始した。この時、ナポレオンが、 自ら直になに、門下の方の照準も指示したという説があり、そのため部下たちがナポレオンのことを小五長と呼んだと言われている。しかしそれはありそうもなく、またそうであるとしてもそれを裏付ける証拠は見つかっていない。結局、午後6時頃になり、フランス軍は攻撃態勢を整え、機兵を上流で渡かさせるために発出し、また城壁内に機銃兵、 第二大隊の渋滞を編成した。機銃兵は縄文を出ると橋に殺到した。前室のビゴルシオンは部隊が途中まで渡ったところで敵の砲兵が一斉射撃を行い、おびただしい死傷者を出したため、渋滞が動揺し停止したと述べている。しかし何人もの上級士官が列の戦闘に飛び出し、再び兵を引いて突撃を開始した。フランス軍の一部は、 橋脚から川に降り、川の中から射撃を行った。オーストリア軍は何時間もの間食時を取らずに、抗軍し、戦って、疲労しきっており、またおそらく、フランス軍の砲撃によって混乱させられていて、さらには、フランス騎兵隊に奇襲されることを恐れていたと、考えられる。機銃兵が突進してきた時、彼らの士気は崩れ去り、雪崩を打って敗走した。 勇敢に戦い、フランス軍に急速な追撃を思いとどまらせた部隊も、いくらかはあったが、大半は暗闇を最大限に利用して、クレーマの方角へ脱出した。オーストリアの損失は、死傷、行方不明合わせて、士官21人、兵2015人、馬235頭に及んだ。加えて、キャノン砲12門、榴弾砲2門に、弾薬者30両を失った。 フランス側の損失は制度を問わず明らかでないが、およそ500程度と思われる。スミスは、フランス側の損害を900とし、またチャンドラーは2000人をリストアップしている。ナポレオンはさらにロンバルディアに向けて、兵を進めたが、オーストリア軍は、マントバの堅固な要塞で、防衛体制を整えた。オーストリア軍が闘争に成功したため、ロディの戦いは、 決定的な勝利とはならなかった。しかし、この勝利はナポレオン神話の中核となり、ナポレオン自身にとっても自分が他の将軍より優れていること、そして何か大きなことを成し遂げる、よう運命づけられているということを自ら納得することにつながった。フランス軍がこの戦いの後、ナポレオンを正午長と呼び始めたという逸話の源は検証される必要がある。 そのこと自体が神話であるかもしれないのである。ありがとうございます。